地や車の話、春菜さんやってまいりました。春菜さん好きだね。大好きなんですね。僕 の、 あの育った山でもありますので。なるほどね。で今回は？今回は、はい、あの僕土屋さんと一緒にツーリングドライブ行ってみたいなっていうちょっと夢がありまして。ほう。というわけで、あの両サイドに四輪駆動ターボを用意しました。四駆だと雪道でしょ。はい、ちょっと時期が早かった。早いね、全然早いね。 2,3 週間すると雪が降り始めるんですけど、ね、ちなみに土屋さんどちらの車乗ってますか？俺はエボテンだよ。ほら、じゃあ僕は元の古巣のスバルを乗って、そうだ、ね、はい、ちょっと一緒に土屋さんとドライブ行っていきたいなというふうに思います。春菜さんドライブ行きます。先輩とのドライブですけど、いや緊張しますね。なんか土屋さんがそもそもエボテンに乗ってるのがめちゃくちゃ新鮮なんですけど。ランエボテンはいいね。ランエボテンだともう舗装の上でもよく曲がるもんね。
てもうどんどん進化してってすごいよね。楽しかったもんね、これの新車が出た時に。我々は新車発表会の試乗会で乗れるんだけど、そんな時も富士スピードウェイでショートコースでしたけどもね、ほんとよく曲がる。でトルクの出し方もエンジンパワーにしてもね、ほんと よくできてるなと思ったね。一番やっぱり感心したのは FR みたいに曲がることだよね。四駆ってもうこういう時代に入ったんだっていうぐらい FR みたいによく曲がるんだよね。その技術にびっくりしたね。いいな。低速の立ち上がりめちゃくちゃ速いですね、うん、すぐなんかピュッて離されるノーマルなんだけど、はい、別にこれで十分だって感じ。いやなんか全然ついてきなかった。このトルクの出し方も、はい、あのコーナーの立ち上がりでインプレッサの場合こうトルクに乗ってくる前少しラグがあるんですけど、うん、エボはビュンって前出るんで、あれ400馬力もあるくせにさ、400馬力到達できなかったです次のコーナー来ちゃうんでこれは、はい、ノーマルで全然いいやって感じ。もうトルクの出し方もいいしさ、パワーもいいし。そうですよね、うん、なんか後ろから見てすごい楽しそうに。そう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 、乗れてるのかなっていう感じが。いやだって本当にさ、ランエボって8、9、10がすげえいいよ。そうですね、どんどん曲がるようになって10になってまた一段と制御のあるようになって、うんうん、そう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 。なんか久しぶりに乗ったけどね、はい、この車は値が上がるな。本当ですか。間違いなく上がる。いや僕も言わせてください、ダブル RX も値が上がりますよ。まあ良かったんじゃないの。今度は4歳でバトルですかね。あ、いいね、5点 VS ダブル RX、ね、あ、それいいね。今回はこの布石だと思ってよし、はい、やってみよう。今回はあの春菜一緒にツーリングさせていただいてありがとうございました、はい、いいえ、またぜひ機会があったらよろしくお願いします、はい、お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは猪木さんどんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスと、ブレス、ああブレスさんですね、はい、はい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、買い取りならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。